第一印象シリーズ。いや、もうまさに最初だった。いや、あの差し入れてもらって嬉しいものはスタバのカードです。お願いします。人生の転機は京都駅でストリートピアノに出会えた。自分の性格を一言で表すとマイペース。宝物は何ですか。楽器、ピアノとトロンボーン。兄弟、姉妹はいますか。兄がいます。タイムマシーンがあったら過去と未来どっちに行く。過去ですね。最近どんなことで泣きましたか。18フェスっていうのがあって、18歳がみんなで人気のバンドと一緒に歌を歌うっていうのがあって、ちょっと古い動画なんですけど、それのラッドウィンプスの正解っていう曲を歌ってるのを見て泣きました。明日世界が終わるなら最後の日に何をする。とりあえず実家に帰って家族と一緒に美味しいご飯を食べたいです。インドア派、アウトドア派。アウトドアです。毎日同じものしか食べられないとしたら何を選びますか。お、これはカレー。いいんじゃないいや、言われると思った。料理はしますか。料理は最近しないですね。もう本当に前はめっちゃやってましたね。それなのに得意料理は。得意料理は2つあって、カルボナーラと餃子。一番使っているスマホアプリは。 X です。タイムマシンのやつちょっと面白いなと思って。あ、過去のどこに戻りたい。過去の、そうですね、これは本当トロンボーンやってなかったかもしれないに関わるかもしれないけど、まあすごい下水話をすると、まあそのピアノでもう小さい頃からもう今動画で自分が出してるようなことができたわけですよ。その小学生の時も、なんなら幼稚園の時もそのピアノ先生が弾いてる伴奏を見てそれを見ることして弾いてたぐらいなんで、なんかそれがもっとできるんだったら小さい頃からなんかメディアとかで出た方が よかったなっていう。なるほど、なるほどね、なるほどね。なんか天才キッズあるあるみたいなことにしたらもっと未来違ったかなとか、はいはいはい、明日世界が終わるなら実家に帰るって言ってたのがちょっと印象に残ってて、いいね、いいなと思って。実家に帰ってやっぱり家族とやっぱり最後は美味しいご飯を食べたい、食べながらなんかいろいろお話ししたいなっていうありますね。いや、話すげえいい話だね。皆さんはそうじゃないですか。終わるとして、ね、思いもしなかったんですけど、自分もそう思ったらやっぱり家族だなと思って。どうですか、旅行に行くか。旅行一人で、一人で。うわ、本当にもう誰にも探されずに終わるっていうか、うん、あー、すごい、すげー。いけないんかい。カルボナーラ作れるの。カルボナーラ作れます。もうすごっ。え、自分はその自分のマネージャーがもともと同居人だったんですね。で4年間一緒に暮らしてたんですけど、まあ、その同居人もめちゃくちゃもう宮城のカルボナーラを超えるカルボナーラはないってずっと言ってて。食いた。え、ちょ、カルボナーラパーティーしようよ。パスタパーティーしようよ。パスタパーティー作りたい。そしたらパスタパーティー、体育、あ、みんなで作る。俺も作りたい。何ですか。何でもいいよ。じゃあ俺ペペロンチーノ作る。あ、これ美味しい冷凍パスタ持っていく。あと餃子も作れるの。あ、そう、餃子パーティーいいね。もうだからもう2人、もう同居人と2人なのに100個とか作って、それもずっとなんかツイキャスしながらこうやってずっとなんか食べながらこうやって作って包んでて、でそれともうビール。もう最高。以上みたいな。やりましょうよ、今年。やりましょう。いいですね、やりましょう、やりましょう。毎日同じものしか食べられないとしたらカレーって、ラーメンちゃうかい。そう、そこはカレーだな。いや、なんか今の最近のトレンドはもうずっと好きなのは麺なんですけど、最近のトレンドカレーなんですよ。はいはいはい。しかもカレーライスの方で、はい、がすごいトレンドで、自分の中のもう。ライスの方で。あ、いや、なんとかじゃなくて、なんとかじゃなくてですよ。インドカレーじゃなくて日本のカレー。あ、そうなん。そうですね。家庭のカレーも。そうですね。はい、はい、そう。カレーは作るんです。カレーは、まあ、作らないですね。本当学生の時はその金曜日とかに作って、もう金土日カレーとかあったんですけど。得意なモノマネは。得意なモノマネ、スマホのバイブレーションのモノマネ。お、
ちょっと後でやってもらいたいと思います。後でやる。はい、後でやってもらいますよ。コンプレックス、何かありますか？コンプレックス、うん、顔がでかい。今までやったことあるバイト。のど自慢のバンドの楽譜を書いてました。ずっとアレンジャーってことして。へー、はい。YouTube を始めたきっかけは？ YouTube 始めたのは、まあ当時、まあ、ニコニコ動画とかもすごく流行ってて、まあなんか弾いてみたとかで、あの吹奏楽の曲をピアノで弾いてみたっていうのを最初に動画を、まあ、趣味でもう自己満で上げたのが最初です、うん、はい、それが、まあ、大学生の時かな、大学3年の時ですね。はい、スローラインに加入した決め手は？そうですね、あの最初に初めてあの皆さんと音合わせというか顔合わせした日があるじゃないですか。あの時の、まあ、その皆さん の, あの雰囲気だとかで、あのすごくなんかワクワクし したなと思って、もうそれですね、じゃあこの中に入りたいと思いました。お、第一印象シリーズ、ババの第一印象は？ババさんは、まあ、まさに最初なんか最初ちょっと怖いかなと思ってて、いやアキシーの第一印象は？アキシーさんはなんか世界観がすごい独特、なんかあのなんかほわっとしてるんだけど、はい、なんかその世界観になんかこう入りそうでちょっと入れないような、そういうオーラをまとってますね、はい、近づきがたい言ってない、はい、私ハヤトの第一印象は？ハヤトさんはもう、何ですかね、あ、もう、あ、じゃあ、うさんくせ、なんか芸人みたいな好きなジブリ映画？好きなジブリ映画はもう圧倒的に天空の城ラピュタですね。おー、はい、メヨケン君の秘密を教えてください。秘密？秘密言わないでしょ。秘密はね、秘密なんて言わないから秘密なんですよ。地元のおすすめの名産は？あー、鹿児島なんで、もういろんなものありますけど、私はもうやっぱりお酒飲むようになってから感じるのはさつま揚げですね。もうここの店のさつま揚げが美味しいというのは絶対あります。おー、後で聞きます、はい、無人島に一つ持っていけるなら何を持っていく？水。おおそういうこと。どんなお酒を飲みますか？ハイボール、まあ、ウイスキー系か、まあ、あとワインですね。スローラインでやってみたいことはありますか？は、そうですね、まあ、自分は、まあ、トロンボーンずっとやってきてるけど、まあ、いわゆるそのクラシックが多かったんですね、まあ、オーケストラで吹いたりとかする機会が多かったので、まあ、そのクラシカルなそのトロンボーンのカルテットが今までやってきたんですけど、まあ、例えばもうジャンルを超えていろんなことをやるじゃないですか。だから、まあ、そういう風にバンドと合わせてみたりとかっていうのもすごく楽しみだなと思ってます。マイクがあるんでお願いします。マイクに向かってすごい大きくなってどうする？あ、三宅だ。こんなんでいいの？こんなんでいいの？自分のスマホが鳴ったかと思ってくれた方は本当に優しい方です。見てるから。そうか、見てるから。のど自慢の楽譜書くバイトなんてのがあった？ありましたね。あのもう今はもうのど自慢ってあのもう生のバンドじゃないんですよ、うんうんうん、じゃなくなっちゃったんですけど、まあ、それまではもう予選から生バンドだったんで、あの番組そうなんですよ。だからその予選の例えば200組ぐらいいて、その中で大体新曲っていうのがまあ少なくても5曲から多くて15曲ぐらい出るやつをまあ何人かで手分けして、あのまあ曲を音源だけ送られてきて、その音源を聴きながらバンド譜を書くっていう。耳コピすんだ。耳コピですね、全部。大変。やっぱりバンドの方も書きすぎても逆に読めねえってなるような人たちばっかりというか、そのまあ初見でパッて見てわって弾くような人たちなんですよ。だからあのその書き方も結構難しくて、細かかったら細かかったで良くなかったりする。そうですね。なんかまあベースは完コピするけど、ここはもうなんかそのリズムとコードだけでいいよとか、ここはバッキングだけでいいよとか、そういう譜面を書いてました。鍛えられてるね。鍛えられましたね。スローラインに加入した決め手は？50何階のビルでみんなで50何階のご飯食べて、あんな初めてでしたね、50何階のビルで食べて、一緒にリハして
か、あの時に好感触だったってことなんだね。いや、もう雰囲、まあ音ももちろんですけど、雰囲気がやっぱり大事じゃないですか、うん、でやっぱりその皆さん、もともとこうやってラーメンやってきたそのグループの雰囲気がすごく伝わったので、うん、すごく伝わったってすごく偉いですけど、いやいや偉そうな感じ、偉いですけどね偉そうな感じのこと言いますけど、いや、その中になんか入っていいのかなと思いつつも、なんか入りたいなっていう気持ちの方が多かったですね。嬉しい、やったありがとう。そしてね、第一印象、やっぱり馬場の印象やっぱかさ上げされそうだったな。いやー、盛りすぎ、怖そう、怖そう、怖そう、はい、そうかね。いや、なんか、いや、喋る前までは本当にあの X っていうか Twitter で結構つながりがあったりとかして、うん、それを写真とかを見てて、写真見てて怖そうは、マジ失礼ですけど、いや、なんか怖い、完全に外見が怖いってことだね。いや、結構、そのなんかもう、もういろんなところで活躍されてる方だし、なんか、そういう、なんか結構厳しい方かなと思って、うん、もう本当に、もう先輩っていう感じでずっと。最初は喋ってました。北海道のイベントで初めてお会いして、まあ、その前にちょっとまあ、ね、飲もうってなって 4月終わりぐらいですかね、うん、飲みに行って、去年の4月からなんですよ。そっか、まだまだ割と短いんだよね。短いんです。その時もやっぱ怖かった。いや、全然怖くなかった。いや、その時も怖かった。いやいや、怖くなかった。はい、まあまあ、本当にもう最初お話しされた時から、あ、優しい方だと思って、ちょっと安心しました。よかった。で、アキシの第一印象は、新さんはもう世界観ですね。本当に。来た時にもう、そう、マリアが見えちゃった。見えました。もうこれ以上踏み込まないでみたいな。マリアが見えちゃった。それ見えちゃったの。見えちゃった。あの本にあらがち間違いじゃないっていう。まあ間違いではないかもしれないけど、なんかここに、あ、なんかあるの、壁があるみたいなのが。これ芸人だ。ここから行ける。ここからバインみたいな。そう。でもあのすごく。あのやっぱり声も優しいし、うん、こう優しくもうなんか受けてくださるのがすごく、うん、なんだっけ、芸人だっけ、芸能人、いやいや、芸人芸能人、芸人ですね。はい、なんかもう最初からもうドヒャーって感じで現れたので、芸人でうさんくさいって、そう、現れたので、なんかそういうドヒャーって感じだった。ドヒャーって感じ、いきなり、はい、いきなり初対面なのに。そうですね、一人はバリア張ってて、一人はドヒャーって感じ。一人はもうノーバリアで、なんかもうむしろこっちのバリア突き破ってきた感じになってしまいました。俺が、はい、ブワーってなりましたね。はい、まあ、プラマイゼロだった。いや、だからなんかそこのなんかそういう関係のそういうコミュニケーションを見てて楽しいなと思ったんですよ、ね、もうあの時に、はい、そうなんです。よかった。好きなジブリ映画は圧倒的にラピュタですね。もうラピュタのあのあのシーンだろう。どうしラッパホットだろう。ああ、まあ、そこしか知らないんだろう。いや、やっぱり、まあ、音楽も含めてラピュタがすごい好きで、あの、そうなんです。あのパズーとシータの純愛な感じいいじゃないですか。なんかもう守り抜く感じ、あ、見たことないからね。あっちの2人に言ってあげてる。そうそう、いや、もうその感じだとか。え、ラピュタ英語版のやつ見たことある？あります、あります。英語版のサントラももちろん持ってます。さすがです、はい、英語版は全然違うんですよ。違うよね。はい、もうあれも最高です。書き下ろして、書き下ろして全部オーケストラというのも最高ですね。ね、え、地元のおすすめの名産はさつま揚げなの？え、そうですね、まあいろいろ、例えば黒豚とか、あ、うん、まあね、なんか以前ね、黒豚のめっちゃうまかった、ね、え、今日終わったら俺とんかつ食べ行こう。何それ、大丈夫、何が大丈夫か、何が大丈夫か、そう、何が大丈夫か分かんないけど、まあそうですね、まあ、さつま揚げはもうほんといろんな会社がこう出してるんですけど、はい、自分はもう絶対おすすめなのがかんばかまぼこ店のさつま揚げ。かんばかまぼこ店、そう、かんばかまぼこ店、ぼこ店、いいね。東京に来て思ったのが、そのさつま揚げ、みんななんか醤油とかなんかいろいろつけて食べてるんですよ。はいはい、そもそもつけなくていいんですよ。その看板のかまぼこは開けてそのまま食べる。さつま揚げはもう開けて食べれます。もう冷たい状態でも美味しいんですよ。超美味しそうだ。で、芋とすごい合うなと思ったんですよ。だからその郷土のものって、そのなんかさつま揚げと芋状態がこんなに合うなんてって思いながらすごい感動しましたね。今日終わったらかまかまぼこ、とんかつと、とんかつと、スローラインでやってみたいことね。
やってみたいことを、もうむしろ今までやったことないことをやってみたいなっていう、ね、そうですね、あもうあのやったことないことしかないので、おとにかく、ね、前回のそのちょっとした合わせでもすごく楽しかったし、うん、まあ何かそのオールジャンルっていう感じのイメージなので、はいはい、なので、まあ、自分も割とそのまあ、ピアノの世界っていうとその結構オールジャンルな感じでやるので、なんか基本的にその音楽 の, そ の, まあそのジャンルの垣根はないなと思ってるので、まあ、それにすごい近いことをやってみたいというイメージなので、今年はさらに新しいことをいろいろやっていくつもりでいるので、あそうです、駅伝大会で、うん、あ、うん、で誰が4人、うん、4人で、あと富士山4人で、あと2月に滝行かれるぞ、4人で、あ風邪ひいちゃう、やばい、風邪ひかないからですはい、ということで今日は三宅に50個ぐらい質問してみました。すごかったね。これで結構三宅のことが分かったんじゃないかなと思いますが、どうですか。喋り足りないことないでしょ。喋り足りないこと、いやもうめっちゃ喋りましたよ、もう本当に、あの今後ともよろしくお願いいたします。お、はい、ということでね、2024年新生スローラインとして、うん、加入してくれた三宅へたくさん質問してみたのコーナーでした。ありがとうございました。バイバーイ。怖くないよ、芸人じゃないよ、 APQ があるあるんだ